はい、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日はメモリア第5章、砂漠のメモリア7話を見ていきたいと思います。チャプター7、囚われの獣。獣？そんな要素あったかな。日陰に来るとホッとするね。風が通って涼しいね。魔法の地図に浮かび上がってきた岩や。アルマガン、ここには何があるんだ？ワスに聞くよりも、ヌシラの目で確かめるのがよか、よいずら。ほれ、奥を見よ。なんかいるね。何？暗くてよく。わ、な、で、でっかいラクダ。これ、コリトス、起きるずらよ。ふが。とんでもない巨体だな。うっかりすると、踏みつぶされそうだよ。あらまあ、お客様でございましたか。喋った。私、見てくれこそありきたりなラクダですが、実はただのラクダではないのでございます。見た目からもうただのラクダじゃないけど、じゃあ何ラクダなんだ？幻獣と言ってお分かりでしょうか。その血に大いなる魔力を宿す魔人の眷属なのでございますよ。魔人の仲間？じゃあ君の魔人の試練の一部なのか。いいですね。懐かしい響きでございますね。試練、そう、これも試練なのでございましょう。古の昔、我が主人たる砂漠の王は私をこの岩屋につなぎ、こうおっしゃいました。私の後を継ぐ者がお前を迎えに来る。それまでここで待っていなさい。しょんぼりです。あれからどれほど経ったでしょうか。私、待っている間にこんなにも大きくなって、ここから出られなくなってしまいました。魔人に育てられたコリトスは古代魔法王国の王に忠実に仕えていたのずらよ。それで何百年もここでたった一人で王様を待ち続けてるってのか。そんなのあんまりだよ。なーに、この岩屋も慣れてしまえばそれほど悪い暮らしではございませんよ。魔法の草はいくら食べても一晩でよみがえりますし、多民族が話し相手になってくれるのです。おかげで、あなた方の住んでいる都のことも存じ上げておりますとも。いいですね。我らが魔法の都、サナンが時の流れとともに滅び去ってしまったのは悲しいことですが、新たに華やかな都が起こったのは良きことです。故郷が亡くなったことを話に聞くだけなんて、辛くないか？寂しくはありますが、王は迎えが来ると仰せになられた。私は今もそれを信じているのですよ。ただ、叶うことならもう一度夜空の星を見たいとは思います。主らが魔人の試練を乗り越え、王となった暁には、コリトスをここから出してやれるはずら。ここで測るは主らの力。コリトスの願いを叶え、星を見せてみるずら。
さすれば次の道が開けるであろうずら。星を見せるか。ゴリトスが出られないんだから人間の力で岩を動かすのは無理だね。せめて天井に穴でも開けられたらいいのにな。上に動かせそうな岩があるかもな。登ってみてみよう。おや、穴が開いている。上から見渡しても見事に砂だらけだね。僕の毛もすっかりボサボサになっちゃった。元からモコモコだし大して差はないよ。それにルートの羊は夢から覚めれば元通りでしょ。やだな。このアバターはアカシックメモリアから抽出した要素で作られてるんだ。記録の世界で受けた損傷は現実にも反映されるよ。あ、そうなんだ。壊れたら困るって何度も言ってただろ。言ってなかったっけ。まあ僕のことはいいんだよ。魔人の試練は乗り越えられそうかな。大きな一枚岩だ。動かすどころか穴も開けられそうにないよ。浅くひびが入ってるけど割れそうにもないな。魔人の助けがあればパカーンと真っ二つにできるかもしれないけれど。コリトスに夜空を見せられるのなら、ヌシラは迷宮にたどり着くこともないずらよ。見届け人の前で言うことじゃないけどさ、こっちには魔法の地図があるんだ。コリトスのことは諦めて先に進むってのは。おい、冗談だろ。見捨てて先に行くなんて考えられないよ。そう言ってくれると思ったから聞いたんだ。あんたつくづくお人よしだな。あんたと関わった人たちが幸運になるっていうのも、そいつらのために金にもならないことを引き受けて手助けしてきたからだろ。そんなに大したことはしてないよ。僕がついてないのは僕の運の問題だ。人のせいじゃない。素直なんだかひねてんだかわからないな。ユラもそう思うだろ。ファルシャードは自分のおかげでみんなが幸せになったって自信を持っていいと思うよ。そうかな。自分の力を人に分け与えて魔法王国を栄えさせた魔人みたいにかい。どうかな。ワルシャード、主は知恵比べでワスト合格。いや、チーと劣っていたがまずまず合格だったずら。わざわざ言い直して負けず嫌いだな。ゆえにネガルの言うことも一理あるずら。さてそろそろ日が暮れるが、ワスは何日でも主らの試練に付き合うずらよ。ゆっくり考えるがいいずら。何日もかけてられないよ。父さんは今もジャーウィド大臣に捕まっているんだ。少しでも早く助けなきゃいけない。だけどどうすればコリトスに空を見せられる。首が通りそうな穴もなければ岩を壊せそうな道具もない。だけどアルマガーンは見届け人だ。誰も解けない問題は出さないはず。きっと何か方法があるよ。岩を睨んでてもしょうがないし、今分かっていることを整理しようか。まずコリトスは魔人に育てられた幻獣で、そのご主人様は古代魔法王国の王様。ファルシャードの魔法の地図はネーガルの指輪に反応してこの場所を示した。だからここは古代魔法王国ゆかりの地だ。よし。そうか、ネガル、あの指輪を出してくれないか。魔法の地図に絵文字が浮かび上がったみたいに、
岩が浮き上がるかもっていうのか。そうかもしれないよ。ほら、岩のひびをよく見てくれ。指輪の刻印と似ていないか。言われてみると、やっぱりただのひびじゃないか。僕は売り物の絨毯にほんの一筋混ざってしまった色違いの糸も見分ける目を持ってるんだ。間違いないさ。これはすごいぞ。これはひびに向かって指輪をかざしてみてくれ。なんだよ、何も起きないな。魔法の地図が反応した時に特別なことをしてなかった？変わったことは何もしてないよ。確かゲームや物語の中だと指輪の模様と開きたい鍵の模様を合わせると封印が解けたりしたような。それだ、ネガル、もう少し右に寄ってみてくれ。何か起きそうだよ。指輪の光が岩に刻まれた溝に集まっていくみたいだ。めっちゃ揺れてる。あ、岩が傾く。キャー、危ない。今までの旅の記録を見てみる？キャーっつっとったね。これは確定かな。じゃあね、今回もクエスト2つぐらいやっておくかな。5章11。アプリが落ちませんようにだな、あとは。バトル。順番は、まあ、いけるかな。でも、だんだん強くなってきたね、敵が。ハードでないのにこんだけしんどいのかと思って。竜とは強き者の象徴、それを実感させてあげる。了解。ちょっぴり手荒に優秀してくれるようなことに。ほら、気が入らない。オッケー。竜の力、存分に味わえたかしら。じゃあ次へ。今日はどこに行きたいの？じゃあ12もやっておきますか。順番はこれで良さそうだね。さあ、読み込み頑張ってくれ。頑張ってくれ、読み込みを。よかった。結構毒をちょいちょい食らうな。そしたらね、ちょっともう一個やっときたいのがありまして。今日はどこに行きたいの？フリークエストの方の、特にね、今欲しいのが風の結晶の
上級のやつ、これが欲しいんですよ、この特ってやつ。というわけでこれ挑戦していきたいかな。下真ん中これしかないか。じゃあ戦闘開始。さあどうだ、アプリ頑張れ。よしよしよし、アプリちより私のスマホかな、スマホ頑張れって感じです。オッケー。さあ風の結晶をください。楽しかった。早く次に行きましょう。ああもらえんかったか、あのトークってやつは。よし、というわけで今回はここまでにしておきたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。